私のソロライブをサポートしてくれてありがとう。あなたにお礼をしたいの。よかったら小鳥がお手伝いしているカフェに遊びに来てください。待ってます。いつも通り部室で話してもよかったんだけど、たまには気分を変えてもいいかなと思って。さあ座って座って。今日はオムライスとロイヤルミルクティーをサービスしちゃう。改めてソロライブお疲れ様でした。それからソロライブ成功おめでとう。どうしたの？あ、そっか。あなたが手伝ってくれたおかげで成功したと思ってたから。ありがとう。ありがとう。ステージ衣装にしてもお出かけ着にしてもいいお洋服ってどんな感じなんだろうってずっと考えてたから、そう言ってもらえると嬉しいな。今日はあなたにしっかりお礼を言いたかったから、こうして話せてよかったな。来てくれてありがとう。あ、それから今日はあなたに相談したいことがあって。実はスクールアイドルのイベントじゃないところでお洋服のデザインをしてみないかって声をかけられてるの。びっくりしちゃうよね。私も迷ってて。ソロライブ、近くにあるファッションの専門学校の学生さんが見に来てくれてたの。うん、それで今度専門学校の文化祭でファッションショーをやるからデザインをやってみませんかって声をかけてくれたの。それがまだ迷ってて。ううん、私は今までスクールアイドルのミューズとしてずっとやってきたから、スクールアイドルと関係のないところでデザインをするのは今はまだ考えられなくて。
身はファッションショーをやりたいんだと思う。でもやってみたいけど、やってはいけない気がして。どんどん自分自身がスクールアイドルから離れていっちゃいそうで怖いの。私一人だけ別の方向を見てるみたいで、ほのかちゃんや海ちゃんたちにも相談しづらくて。だからあなたに相談できてよかった。気持ちを言葉にするだけでも少し気が楽になったし。でもごめんね、急にこんな相談をしたらあなたも困っちゃうよね。ありがとう。自分自身で決めるつもりだけど、あなたの気持ちが支えになるよ。
わかったわ、任せておいて。嘘みたい。私たちがモデルなんて本当にいいの？あーどうしよう、これでモデル事務所からのスカウトがひっきりなしに来ちゃう。ここにあるお洋服は小鳥さんがファッションショー用にデザインしたのですね。すごいですわ。スクールアイドルの衣装とは違う雰囲気で、こっちもすごく素敵だね。いつもとは違うお洋服で慣れないかもしれないけど、みんなに似合うデザインをしっかり考えてきたから。ありがとう、小鳥ちゃんの言葉を信じるわ。ねえ、小鳥ちゃんの素敵なお洋服に負けないように、私たちもウォーキングの練習をしない？賛成！小鳥ちゃんが作ってくれたお洋服を最大限可愛く着たいもん！小鳥のデザイナーとしての初舞台ですから、私たちも精一杯努力しましょう。に出てもらおうってあなたが言った時はそんなことできるのかなって不安だったけど、今ならできそうな気がしてるの。それでは皆さん、ステージへ上がってください。私の大切な人たちにこうやってデザインしたお洋服を着てもらえて、しかもそれを褒めてもらえるなんて本当に嬉しい。スクールアイドルをやってる間はファッションショーへの憧れは心にしまっておこうって思ってたの。それなのにあなたはみんなを巻き込んでファッションショーを成功させちゃうんだもん。あなたには本当にびっくりしちゃう。そこがあなたのすごいところなんだけどな。ソロライブもファッションショーも初めは不安だらけで、やらない方がいいのかもって本当は思ってたの。でもあなたが応援してくれたおかげで、スクールアイドルもお洋服のデザインも両方頑張っていいんだって思えるようになったの。今は無事に終わった安心感よりも、他にもまだやったことがないことに挑戦できるかもってワクワクしてる。あなたがいてくれたらどんなこともできちゃいそう。これからもあなたのこと頼っていい？
嬉しいな。これからもずーっと